中国による、えー、水産物の輸入停止への対応、えー、そして、えー、水産業を守る支援策、えー、につきまして、えー、申し上げさせていただきますそしてここにありますように、えー、この5本柱で、えー、政策パッケージを来週初めまでに取りまとめるよう、 西村大臣、野村大臣に指示をいたしましたモニターを使い記者団に対するぶら下がり取材に応じる岸田総理大臣発信力の強化を進める狙いとはテレビ東京総理大臣担当記者、総理番の斉藤慎一郎です先月8月中旬以降、岸田総理は記者団に対するぶら下がり取材の回数を増やし発信力の強化に取り組んでいます 今回はその背景について解説しますこちらが8月20日以降岸田総理が記者団の取材に応じた日です8月20日は岸田総理が東京電力福島第一原発の処理水の放出日を最終判断するため福島第一原発を視察した日です岸田総理はこの日も含めて9月5日までの17日間で16回 記者団の取材に応じています岸田総理がぶら下がり取材をするのは報道各社から要請を受けた場合と岸田総理側が新しい政策を発表するためにぶら下がり取材の場を設ける場合の2つがあります最近は原発処理水の海洋放出以外にもガソリンなどの価格補助の延長北朝鮮からのミサイル発射などがあり 報道各社が要請をした回数が多かったこともありますが8月30日から9月1日までは3日連続で岸田総理側からぶら下がり取材の機会を設けました私は1年ほど前に総理場になりましたがここまで岸田総理側から積極的に取材機会を設けることは珍しいなと感じましたまた発信の仕方を試行錯誤している一面も見えました ガソリン等の新しい激変緩和措置につきまして、ここにありますように、9月7日から実行をいたします。新型コロナへの対応に万全を期すということについては、ここにありますように、医療提供体制について、今後は幅広い 医療機関による自律的な通常の対応への移行これを進めていかなければなりませんぶら下がり取材のためにモニターを用意しスライドを使う場面が増えました岸田総理は用意された原稿を読み上げるのではなく時にはモニターを指差しながら国民に語りかける場面も増えています以前も会見でモニターを使うことはありましたが ただ画面を映すだけで、岸田総理はモニターを指さすなどはせず、話し続けていたりしたので、それに比べると、確実な変化が見られます。そこで私は岸田総理に直接、なぜ最近、岸田総理からの発信の機会を増やしているのか質問しました。 総理はアルプス処理水や物価高対策について、ここ数週間、ぶら下がりでご自身が発信する機会が多くなっています。そして最近は本日もそうですが、パネルを使い、ぶら下がりに臨まれる場面も多くなっていますが、総理自身の中で、この発信という面において、意識や心境の変化があったか、教えてください国民の皆さんに高い透明性を持って、分かりやすく、そしてスピーディーに発信をしていく。 これは総理大臣として大変重要な仕事だと思っています。そしていかに、いかにすれば分かりやすいか、いかにすれば迅速に伝えられるか、こういったことについて、官邸のスタッフ、官邸の広報スタッフも、日々、工夫をしてきてくれました。ですからこういうい パネルを使う等の形については、そういった考えに基づいて、いろいろ工夫をしている、こうしたことの表れであると、ご理解いただければと思います。そして、先週から今週については、まさにアルプス処理水の放出ですとか、物価高対策ですとか、国民の皆さんに、特に、 分かりやすく、そして迅速にお伝えしなければいけない課題が続,き続いたものですから、えーまああの、頻繁にこうした発信を行っているということです。まあ、今後とも必要に応じて、先ほど言いました分かりやすい、スピーディーな形での発信を続けていきたいと思っています岸田総理は発信の機会が増えている理由について。 処理水の海洋放出や物価高対策など、特に国民に分かりやすく、迅速に伝えなければならない課題が続いたと説明しました。さらに取材を進めると、総理周辺は、総理自身がぶら下がりをどんどんやろうと言っていると話すほか、別の総理周辺は、これまでのように総理が一方的に話しても、内容が分かりづらかったと話し、課題を感じていたと話します。 一方で発信力の強化は支持率の低下による焦りだという見方もあります。テレビ東京と日本経済新聞社が実施した世論調査では、6月から3ヶ月連続で不支持が支持を上回っています。岸田総理はこの夏、政権の原点に戻るとして、全国暗議を行い政権不養を狙いました。少子化対策やトラブルが相次いだマイナンバーカードについて、 全国を回る中で現場から厳しい声を受ける場面もあり総理周辺は総理自身忸怩たる思いがあったと話します岸田総理としては取材機会を増やすことでさまざまな課題に対し自ら前面に立つ姿をアピールしたい考えもあるとみられます今月には内閣改造自民党の役員人事があるとみられています 支持率が回復すれば岸田総理が秋にも衆議院の解散に踏み切るのではないかという憶測もあります発信力の強化によって現状を打開できるかは未知数ですが岸田総理が今後国民に向けどのような発信をしていくのか注目されます